なんか、みどりさん、賭け麻雀暴露されてたの？あいつやってんじゃん、じゃあ、やっぱ。よっさんも賭け麻雀自白して、みどりの名前出して証言者が3人じゃん。みどりさん以外の、ジャンタクを囲んだ3人が、賭け麻雀しました、賭け麻雀しました、賭け麻雀しました、つって、みどりさんだけ、賭け麻雀してませんって言ってんだ。よし、出ましたよ、じゃあ。あいつやってるよ、絶対。追求しなきゃ、俺が。で、してなかったら、みどりさん通話違うぞ。してなかったら、ね、してませんって言えば、証言になるじゃん。よく見たら、賭け回しをやったら死ぬ、命をかけると宣言してました。あ、そうなんだ。石川の手下も雑魚が緑の暴露があるって言ってるだけなのに、あいつは賭け回しって勝手に自白して。わ、横浜緑のネタがあるぞって言ってんのに、賭け回しはしてねえよって、してんじゃねえか、じゃあ。賭け麻雀してるやつじゃねえかよ。賭け麻雀なんかしてねえよって言ってたの、それで。石川の竜騎っていう人の手下がいるんだけど、配信者の情報を売るとか言ってるバカがいるんですよ。なぜかというと、こいつとは、麻雀しただけ。本当に配信外でパルパル君と一緒に麻雀打っただけ。それだけ。だから別に暴露されたところで不運のレベルだよ。うん、最初から言っとくわ。ね。賭けじゃないよ。それ別に議員の時代。隠すことでも何でもないよ。全然、だから、何も別に後ろめたいことありません。はい。だけです。でもしてねえと思うけどな、さすがに。ぶっちゃけ、マジで。賭け麻雀はね。他の悪いこと全部してるけど、やってるかな？みんな麻雀って賭けるかな？あ、みどりさん来た。もしもし。みどりさん今配信中です。今俺配信中です、みどりさん。ちょっと俺本当に許せなくて。誰も？俺の視聴者。なんで？みどりさん賭け麻雀したとか言ってんすよ。本当に。俺が？そう。だって俺も、元市議会議員だよ。そう。文教委員会の。そう。で、そんなわけねえって俺は思ってるんですけど、やっぱ確認しないと、俺も否定できねえから。みどりさんやったんすか？やんないっすね。やってないんすか？だって、麻雀ってあくまでさ、お金かけたらさ、真剣な勝負できないじゃなんでですか？ん。ね。だって、なんか、天狗とかさ、なんか、赤、裏ピン500円とか、そんなことやってて、ねえ、やってたら、なんか、ちょっと、なんか、ちょっと、法律に違反してるし。で、やってないんですよね、みどりさんは。俺信じますよ。本当に信じますよ、みどりさん。いいんすね。賭け麻雀でしょ？いや、賭けたことはあるよ、正直言って。あ、まあ、昔ね。違う、お金じゃなくて、自分のプライドだとか、お菓子とかジュースとか。あ、まあ、その時のショバ代とかね。生主ハウスの時は。でも、なんかもう賭博はしてないんだ。今はしてないね。あ、わかりました。信じます、じゃあ。すいませんでした、こんな。俺、だから、視聴者が言ってたから、いや、俺、みどりさんやってねえと思うよって言ってたんですよ。やってたとしたらなんか問題あるの？ 問題あるでしょ。 いや、それでやってないんだからそんな心配しなくていいじゃん。やってたとしたら問題あるけど、やってないんだから心配しないっす。まあ大丈夫です。はい。やって、いや、すまん。はい。はい。すまんってなんだよ。 何すまんって。 何すまんって。うん、すまんって言ってたんだけど。やってるわ、こいつ。多分。近々暴露されるわ、多分。でもね、これ、あらかじめこうやって情報出しとけば。やってます、多分。やってて暴露されるけど、俺はもう、受け入れま、受け止めます。もごもご押してた。歯切れが悪かったね。リークしよう、俺も。あいつやってますよって、多分。不倫説教した時と、別人みたいだったら。確かに。